透き通る濃い黄金色、種子島の茶畑で採れる茶の実から作られた茶の実オイルです。ドレッシングなど料理の他にも抗酸化作用のあるビタミン E などが豊富なことから美容オイルとしても使えます。家庭用の絞り器をちょっと買いまして、みんなでやってみたんですね。なぜか絞りたかったんです。そこにあるのに、あるわけだから絞りたいなと思って。開発した種の実オイル工房の代表、東山明夫さん65歳です。西之表市役所の職員を5年前に定年退職。2020年に友人らと5人で工房を立ち上げ、本格的にオイル作りを始めました。業務用の機械を導入して、絞り方や温度などの研究を重ねること1年。試行錯誤を経て、茶の実オイルが完成しました。この中に油があるんですね。で、この実を潰して粉にして絞ります。やっぱり2ヶ月近くですね、はい、にかかります。手作業でやるので手間もかかりますね。作業を支えるのは地元の女性たちです。茶の実の収穫が始まるのは毎年9月頃。40代から70代まで10人ほどの仲間に人手が必要な収穫や皮むきなどを手伝ってもらっています。割ったのからこの中身だけやってるの。ボケ防止に指先を動かすと楽しかですね、おしゃべりしながら。茶の実が収穫される西之表市の古田地区は、明治時代に静岡からの移住者らがお茶作りを始めました。島の温暖な気候を生かし、毎年3月末頃に茶摘みが始まる、日本で最も早い新茶の産地の一つとして知られています。ここ入りますから。あ、草がこれが一面だったんですよ。こちらは耕作放棄地の茶畑です。2メートル以上に枝が茂り、白い花を咲かせているなど、通常の茶畑とは姿を変えています。通常の茶畑には茶の実はなりません。オイルの原料となる実が収穫されるのは、生産をやめて放置されたいわゆる耕作放棄地です。花も咲かないですから。普通の咲かせないというかですね、葉っぱに栄養を生かせるために、それで剪定を短くしてますよね、普通の畑は。でこうやって放棄されると、自分たちにも生き延びようとして花を咲かせて実をつけるんですね。実はつけないようにするのがいい茶畑なんだそうですよ。市によりますと、2017年には市内の茶農家は55軒ありましたが、生産者の高齢化などを理由に2021年には25軒まで半減。東山さんは市の職員時代に農業振興に携わった経験から、耕作放棄地となったおよそ 1.5 ヘクタールの茶畑の管理を農家から譲り受け、茶の実を収穫するための畑として再生させています。茶畑がこうやって放棄されるっていうことについてですね、すごく心配じゃないですけど、もったいないっていう気持ちがすごくあって、茶の実が取れるんであれば、その再活用ができるっていうのには一番いいんじゃないかと思ってるんですよね。で去年の一番茶で終わったので、古田地区の工区長で茶農家の久保田良二さん。
岩佐山さんの取り組みに動かされた一人です。ただ、うんうん、どこのタイミングで一番実がなくかというと、うん、ここから大手見るべきやと思うよ。やめて1年目で、うん、ようなるとか2年目でなるとか、そういう実証演にしていけば、うんうんうん、ちゃんとしっかり勉強しないとつなげられない技術を。茶飲みオイル用の茶畑を増やすために今後地元の農家と協力して栽培や管理を行うことが決まりました。その耕作放棄地、その話はもう十分こう胸が痛いところです。安定的にお茶の実が取れるように、茶畑がこういいサイクルでこう回るように、まあ、そういう、まあ、仲間も増やしながら茶畑を提供してくれる、まあ離農された茶農家の皆さんのこう協力も必要になってこようかなと思います。耕作放棄地となった茶畑を宝の山と話す東山さん。もったいないという思いから始まった取り組みが地元の農家を動かし、100年以上続く茶畑の再生を目指す挑戦へと広がり始めています。休耕茶畑にしか実らない実なので、そこを本当に生かして、そして新たな商品作りっていう、いわゆる SDGs じゃないですけど、そういうのにつなげられたらいいなってもまた改めて思いました。